ハイドドラフト、ダイヤル回すとね。今日はこれぐらいいいね。ウィングオートの水野です。今日はですね、ウィングオートにまた古い車が入ってきたので紹介したいなと思います。1967年フィアット 500F、 俗にねチンクって言われるモデルの結構古いタイプのモデルで、さらにねモディファイされた面白い車なんで、今日はねじっくりと紹介したいなと思います。実際このチンクをですね走ってみてね、その走行シーンをお伝えするのとね、スタンドに行ってみてガソリンを給油する、そんなシーンもねお見せしようと思います。まずですね、このねエンブレム、もうかなりね古く見えますよね。これ初代のねフィアット500のですねエンブレム、ちょっとねコンバートして取り付けしているので、よりねレトロな雰囲気が出てると思います。そしてこのね本国のナンバー、まあ実際これレプリカなんですけれども、本国みたいなナンバーをですねつけてですね、よりね味が出るような、そんなねスタイルになっております。そしてこのヘッドライトレンズですね、もうおなじみのチャレロというメーカーのねレンズに変わっていまして、で実際中のねヘッドライトバルブの方は LED に変わっています。左側はね通行用レンズに変わってますので、車検なんかもね安心じゃないかなと思います。そしてこのウィンカーもですね、 D というモデルのですねちょっとちっちゃいタイプのねウィンカーレンズに変わっているので、すごくね可愛い仕様にねなってるんじゃないかなと思います。はい、そしてね車高がね実はこれ下げてあるのと、フェンダーこれどうですか、もうノーマルのチング比べたらもう全然ワイドですよね。オーバーフェンダーがね作ってあるので、もうよりは、ね、低くてワイドな、そんな仕様でね、より可愛らしさレーシーさがね出てるんじゃないかなと思います。そしてサスペンションはですねちょローダウンしてあるのと、スパックスというメーカーのショックアブソーガーバーが、入っています。そしてホイールどうぞ、これかっこいいですよね。鉄筋ワイドでね12インチ、かっこいいですね。タイヤサイズがね面白いですよね。165-55-12インチ、もう普通ではね本当に使わないそんなねサイズのねセッティングになっています。そしてさらにですねブレーキ、なんとねフロントブレーキがですねディスクブレーキになっているので、もうよりしっかりね止まる、そんなことがね実現できるパーツがインストールされています。はい、そしてねリア周りです。まずねこのテールですね、フィアット1100というモデルのねテールレンズをね、実はこの部分も実際成形してですねインストールがされていますので、まあ普通のチンクとはまたちょっと一味違ったね、そんなリアビューになっているんじゃないかなと思います。そしてリアもねこのナンバー、もう本国のねナンバー、一応レプリカですけれども、こういったものをつけてね雰囲気を出しています。そしてこれ結構珍しいですけどね、ナンバー灯がねこんなねちょっとちっちゃい LED でね一応光るようにね作られています。でマフラーももちろんねこういったレーシーなねマフラーで、後でね音の方もね聞いてもらおうと思いますけれども、かなりいい音がします。そしてエンジンルームいきたいと思います。ちょっと上からね撮ってほしいんですけれども、はい、こちらがねエンジンルームになります。実際のですねフィアット500はですね、まあ、500cc なんですけれども、この車はですねシリンダーの径をね77ミリにですね拡張して、排気量は 652cc にアップしてあります。そしてこのねキャブレター、もう見るからにねかっこいいだけじゃなくて大きいんですけれども、ウェーバーというねメーカーのですね32倍なんで、ちょっとね純正からはかなり大きい、このサイドダフト横向きにですね取り付けするキャブレターがねついています。でこのねインマニとかもね、これもかなりねもう珍しい、取れますかね、こういったメーカーのものがねついてきています。でカムもね実はあのハイカムが入ったりとか、まあガスケットもねメタルのものが入っているので、すごくレーシーな仕様になってるんですけれども、実は乗ってみるとすごく乗りやすい仕様にね、なっていて、実際に運転してみてすごく思ったんですけれども、すごく走りが良くてですね乗りやすい仕様、そんなね車じゃないかなと思います。そしてねこういうねマウント類、この部分もねこれ実際のエンジンマウント、もうこんなねアルミの鋳物がついて、ここのバネで実はねエンジンの衝撃をね振動をね吸収してるんですけれども、こういったスプリングもですね強化品に変えられています。そしてアールズのですねステンメッシュのホース、もうこれ実際ずーっと見て、あどこ行くのかなと思ったらですね、オイルクーラーが実はねこのねこちらなんですよね。この後ろのこのフィンの部分にですね、中にですねオイルクーラー、少し暗くてね見にくいんですけれども、中にねオイルクーラーがつけてあって、まあフィアット500は空冷なんで、冷やすのはですねもう空気なんです。だからそういった冷やすねところはすごく大事なので、こういったオイルクーラーをね後付けでですねつけることで、よりね乗りやすい仕様にねなっているんじゃないかなと思います。はい、そしてオイルパンですね、見えますかね、下からかなりこれ出っ張ってるじゃないですか。要は大容量、オイルの量をですね増やすことによってですね、まあ、よりねオイルを冷やす、そういったね役割をする、こういったねオイルパンにね交換されているので、まあ、ドライブなんかもね安心してね乗れるんじゃないかなと思います。はい、そしてフィアット 500F のインテリアです。もう外装だけじゃなくてですね内装の方も
レーシーな仕様に、ね、なっているのすごくね雰囲気があるんじゃないかなと思うので紹介していこうと思います。まずねこのシートですね、アバルトのねセンティ CR のようなねこういったバケットシートにね運転席は変えてあって、キャベルト製のですねこの4点式のシートベルト左右ともねつけているので、まあ、すごくレーシーなね雰囲気があります。はい、そしてねこの下の部分入れますかね、ここにねバーが入ってるんですけども、これボディのね、補強するものでロールゲージと言われるものがですね下回りにですねこのサイド左右とあとリアにですねパイプがね入っているので、ボディのね剛性感もかなり高くなってるんじゃないかなと思います。でも決してねあの乗り降りがしにくいようなそんな作りじゃありませんので、走りを重視したそんなねパーツになるんじゃないかなと思います。そしてインテリア、このダッシュ周りですね、ハンドルはですねモモのですねプロトティーポというこのねもうクラシカルなねハンドルがついています。そしてフィアット 500F というモデルはやっぱりこのメーターですね、まあ、一つのねこのメータータイプになるので、まあすごくクラシカルなね雰囲気になるんじゃないかなと思います。でこのスケールがね一応150キロまで測れるようなねそんなねメーターのスケールに交換の方がされています。そしてですねこのダッシュパネルのね計器類ですね、まあ、エンジンのね回転数を知らせるタコメーターとかですね、あとこちらはですねイエーガーというねメーカーの油温計とあと油圧計ですね。まあアバルトはの空冷なのでね、あのやっぱりこのオイル管理すごく大事なので、まあ、こういったゲージがついているのでね、まあ、チューニングエンジンですけど安心してねモニタリングしながら走行できるんじゃないかなと思います。はい、そしてですねこれはですねバッテリーのねカットオフスイッチになるので、まあ、メイン電源をねここでね入れたり切ったり、できますので、まあ、普段のライダーの時はですねここを切っておくとですねバッテリーの消耗とかも防げるのですごく便利なねアイテムですし、この見た目がねすごくレーシーでかっこいいですよね。そしてねこれもねラリーとかのね時にマップをね見るためのねこういった照明がねつけてありますけど、ここもねすごく雰囲気がねあるんじゃないかなと思います。あとこちら消火器ですねはい、ドーンとついてますけれども、こういったものもねちょっと雰囲気がねすごく出るんじゃないかなって思います。あと面白いのはねこの部分見えますかね、これね実際のヒーターが出るところなんですけれども、もう原始的ですよね。ここのダイヤル回すとねこういう風に開いてここから暖かい空気がね出てくる、まあそんなね、まあ今ちょっと暑いんでね閉じておきますけど、まあそんなね原始的な作りのところもすごく可愛いかなと思います。あとねインテリア全般にですねもともと内装カーペットがつくんですけれども、そういったものをね全て剥がしてありますので、よりねこの鉄板の雰囲気っていうんですかねがすごくこういうところもね伝わるとですね、よりレーシーなね雰囲気がね味わえるんじゃないかなと思います。天井もそうですね、内張りとか全部ついていないのでよりレーシーなね雰囲気になる。そしてあのこのルーフですね、今開けますけど、もうこんな感じでね、はい、オープン、はい、簡単にね、オープンができるので、すごい開放感もね、あると思います。はい、それではね、このフィアット 500F がね、どんな音をするのかね、聞いてみたいと思いますので、ぜひ皆さん、聞いてください。はい、それではですね走行シーンを撮る前にですね、さっきねここのねメーターのところにですね今消えてるんですけどランプがついてたので、早速ですねガソリンスタンドまで行って給油したいなと思います。ランプがね実際にね今赤くバカ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 ガソリン少ないぞってね今ねお知らせしてますね。はい、では早速ですね今着きましたのでフードをね開けたいと思います。開けますね、こちらにねレバーがあるんで、よいしょ、よし、こんな感じで、よいしょ。シンクはこの前にね給油タンクが着きますと必ずフードを開けてねこれから給油するっていう流れになります。こちらのねキャップを開けていきます。実はあのフィアット 500F には燃料計がついてないんで、もう本当にねこうやって見ながらね確認ができます。では早速ね給油したいと思いますけれども、かなりね入れにくいので、まあ、ゆっくり慎重にねこぼさないように入れていきます。で入れる時もですねもう普通にダッシュで入れるとすぐロックかかっちゃうんで、まあ気持ちねノズルをね少し緩くして少しずつね入れてあげるとね入りやすいんじゃないかなと思います。はい、だいぶねあの上まで来たので今日はこれぐらいにねしとこうと思います。
そしてキャップを締めてあげて、よし、はい、これで完了です。で、あと締めるときはですね、ここがねストッパーになってるんで、ちょっと持ち上げてもらって、このレバーをねずらして、そうするとこういう風にね締めれますので、でここがねまたさらに噛み合いが結構ね難しいのでね、この部分しっかり噛むようにね入れてあげ、それからねパタンと締めると、しっかりとね締めることができます。はい、ガソリンもね簡単になりましたので、もうこれでね安心してね、ドライブがねできます。乗ったね第一印象結構ね出足からね走りますね。いろんなねジープ乗ってきたんですけれども、同じ650でもちょっと仕様が違いますね。結構走りが楽です。普通に乗れますね。あー、めちゃくちゃ気持ちいいですね。この風がね三角窓から入ってくるこの感じがねたまらない気持ちいいですね。あとねブレーキ、フロントがディスクブレーキになっているので、結構ねブレーキのこの踏んだ感じ、止まる感じっていうのがすごいね、しっかりしてるので、乗っていてね、安心感も覚えますね。よし、じゃあスタートします。出足から、気持ちよく気持ちよくいきますね。すごく乗りやすいですね。あとね、やっぱり音ですよね。この力動エンジンのチューニングエンジン、そしてマフラー、めちゃくちゃ心地いい音しますね。以前ですね、4気筒の600というのベースになったね、アバルト仕様を進展しましたけど、とはまた違ったね、楽しみというかね、走り味が、ありますね。これだけ走ってくれればですね、結構街乗りとかもねキビキビと動けて面白いんじゃないかなって思います。いいですね、やっぱりエンジン、足回り、ブレーキ、すごくね走る、曲がる、止まるがね、結構しっかりした機体じゃないかなって思いますね。あと乗りやすい、一応ミッションはですねノン信教と聞いてるんですけれども、結構ねスムーズに、シフトアップダウンがね、できますね。はい、そしてですね、ここからは国道22号線、もうかなり速度がね速い幹線道路をね、一回走ってみたいなと思います。さあ果たして流れに乗れるのか。以前ですね 500cc のキンクで走った時は結構ね後ろからなんか接近されて追われてるようなね、なんかそんなね、印象を受けたんですけれども、今回この 650cc のチューンドエンジンどうでしょうか。ロータスの、ね、ソールの前を今通っていきます。私自身もですね、フリー車がすごく、大好きで、いろんな車ね、乗る機会もありますし、自分でもね、少し所有もしてきたんですけれども、やっぱり楽しいですね旧車、はい、ついついこうやってね、乗ると自分自身もね欲しくなっちゃいますね。全然ね国道も流れにね、乗ってね、走れています。はい、それではですね、お店の方に戻っていきたいと思います。結構2速がね、力強いんでね、こういうところもね、結構2速でね、トロトロでも持っていっちゃうのね、面白いところかなと思います。はい、お店の方に、戻ってまいりました。楽しいドライブでした。はい、ウィングオートでは旧車専用のショールーム、オールドタイマーショールームでですね、もう趣味の車、古い車をたくさんね展示していますので、ウィングオートではですね、こういった趣味の車を長くね
後世に残していきたい、そんな思いを持ってねやっておりますので、販売だけじゃなくてですねメンテナンスも含めて何なりとねお任せください。はい、フィアット 500F いかがでしたでしょうか。今までいろんな旧車をね紹介してきたんですけれども、もう一台一台本当ね個性的でね楽しい車ばかりです。ウィングオートに来てもらったらですね、こういったフリー車の話、車談義ですねどんどんしていきましょう。そしてまたこれからね新しいフィアットとかねどんどん入ってまいりますので紹介していこうと思います。皆さんお楽しみに、また来てね。